ックが溢れそうというか溢れきってる。今回のとちかつ TV はみんな大好きおにぎり、おにぎり、そうおにぎり、尾張旭市のおにぎり専門店をご紹介します。手作りスイーツも登場しますよ。豚汁なんかも具がはみ出しとるけど大丈夫？それでは本編スタート。とちかつ TV はひよこ不動産がお送りします。こんにちは、とちかつ TV のかこです。今回はおにぎり専門店にいごさんにやってきました。かこにいごさんはテレビドデスカでなんと愛知県おいしいおにぎりランキング1位を獲得したそうなんです。もともと名東区の一社でお店を開かれたんですが、尾張旭でもランチタイムに営業を始められたということで早速食べにやってきました。どんなおにぎりがあるのかとっても楽しみです。にいごさんは夜の営業もされていて、以前とちかつ TV で紹介しているので、ぜひそちらの動画もご覧ください。とちかつ TV は森山区と尾張旭をもっと盛り上げたい、もっと地元の企業さんを応援したいという思いで活動しています。一緒に応援をしてくれる方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではレッツゴー。ひよこ不動産。店内はゆったりとした掘りごたつの席が並んでいて、とっても過ごしやすそうです。バーカウンターにはおにぎりたちが並んでいます。定番の味から変わり種までどれにしようか迷っちゃいますね。店頭に並んでいなくてもその日のメニューにあれば握りたてを提供してくれるそうです。種類豊富でどれにしようか迷っちゃう。お持ち帰りもできるのでいろんなシーンで使えそうですね。今回は店内だけの限定メニュー、惣菜豚汁セットとケーキセットを注文しました。とちかつ TV のインスタグラムでは過去の取材先を日々更新中。失礼します。ありがとうございます。すごい。こちらが、はい、キングサーモン、はい、鮭ですね、はい、と文字用で、はい、こちらが、惣菜の3点セットですね、はい、こちらキャベツと、シラスのコールスローですね、こちらジャガイモの甘辛煮、はい、唐揚げ、豚汁に効能ものがついてます。めちゃくちゃ美味しそう。惣菜は日替わりで3種類、具沢山の豚汁がおにぎりにぴったり。とちかつ TV の公式 LINE を追加してお得な特典をゲット。では私はこの惣菜のついた豚汁のセットを注文しました。おにぎりはねちょっとシンプルなのにしたんですけど、にいごさんが使ってるお塩が藻塩というちょっとミネラルが多いこだわりのお塩だということで、藻塩と人気があるってことでキングサーモンにしてみました。おにぎりってギュッて三角になってるんですけど、にいごさんのおにぎりはこうふわってなんかこうもう具がはみ出る感じで優しくちょっとまとめてある感じで、どんな感じなのかちょっといただいてみたいと思います。ではいただきます。なんかこの海苔と合わさってまた海苔に塩がついた甘みというか、シンプルだけどもうだからこそ本当に美味しさが分かります。お米も羽釜で炊いてるってことなんですけど、お米もめちゃくちゃ甘くて美味しいです。炊き加減もすごいちょうどよくて、これちょっとまず一番初めに食べてみてほしい。にいごさんのおにぎりの美味しさが本当に分かる一品だと思いました。じゃあ次にこちらの人気のキングサーモンをいただきます。すごいいっぱい入ってる具が。キングサーモンはお刺身でも食べられる新鮮な鮭を焼いて一つ一つ丁寧にほぐして作られています。おにぎりからはみ出るほどたっぷりと具が入っているので食べ応えもバッチリ。こちらも、ふわふわ。鮭の塩加減がすごいちょうどよくて、ちょっとおにぎりのお米と海苔にすごく合ってて、これもどんどんパクパクいけちゃう味です。美味しいです。次にこちらのお惣菜をちょっといただいてみたいと思います。こちらのじゃがいもの甘辛煮をいただきます。
うん、これもめちゃくちゃ美味しい。味がすごいしっかりついてて、あ、じゃがいもが美味しいですね。すごいホクホクしてる、ほっこりしますね。まあ次はこちらの豚汁、もうこれ具がすごい、もう見てわかると思うんですけど、汁からはみ出して溢れています。いただきます。うん、あ、吸ってなくなっちゃった。大根を今食べたんですけど、すごく柔らかく煮てあってすぐ溶けちゃう感じ。具沢山のお味噌汁は出汁にもこだわっているので、とても美味しくホッとする味でした。はい、私は大葉サバのおにぎりと合鴨と小ネギのおにぎりを頼みました。もう見てください、もう溢れてる。すごい、もうどうやって食べようってくらい溢れてますね。今回ちょっと豚汁のセットにさせていただいたんですけども、テイクアウトで1個からも持ち帰りをすることができるので、皆さんぜひ食べてほしいです。では早速いただきたいと思います。わー、早速いただきたいと思います。その周りのお米と海苔、こんなに美味しいおにぎり食べたことないです。ご飯のもうツヤツヤなんですよね。すごいふっくらしてるんですけども、もう見た目もツヤツヤしててすごいですね。うん、またこのサバと大葉の相性が抜群です。そのままの、もうそのままサバそのまま食べてる感じがします。では合鴨と小ネギのおにぎりをいただきたいと思います。私あまり合鴨を食べる機会が今までなくて、ちょっと今日とっても楽しみです。うわー、大きい、あー溢れちゃってる、大きい、うん、わー嬉しい。小ネギもいっぱい入ってますね。これこぼれちゃう本当に、うん。食感がいい。アイガモってこんな美味しいんですね。いや、すごく久しぶりアイガモかもしれないです。もうおにぎりなのにお酒が飲みたくなっちゃうような、もうしっかりそのぐらい味がついてるので、もうどんどんこれ食欲が止まらないですね。パクパク食べれちゃいます。はい、では私はチョコタルトを頼みました。わーはい、にーこさんのデザートはこちらも全部手作りだそうで、あのその日にあるあのケーキがいただけるので、今日はチョコレートタルト、どんな味なのかいただいていきたいと思います。もうフォーク入れた瞬間、あのすっごい濃厚だっていうのが分かりました。美味しそう。ではいただきます。うん、美味しいめちゃくちゃ美味しい。これとにかくチョコがすごく濃厚でギュッて詰まってるんですね。でタルトの部分がちょっとザクザクした感じのタルトの生地になってて、ちょっとあの塩味があるというか、それがこのチョコの甘さと合わさってめちゃくちゃ美味しい。どんどん食べていきたくなっちゃう感じのタルトです。これチョコ好きには本当にめちゃくちゃたまらない一品だと思います。まりもちゃんはチーズケーキと紅茶のティンブラストレートを注文しました。チーズケーキは滑らかな口当たりでとってもチーズが濃厚。にーごさんおすすめのティンブラストレートの優しい味わいがぴったりの組み合わせでした。ごちそうさまでした。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。もうあの本当に食べたことないぐらい美味しいおにぎりで、はい、とても感動しました。美味しいです。はい、ねいごさんがおにぎり専門店を出店されたきっかけを教えてください。
はい、一社の方で居酒屋をやってまして、そちらが店長が独立することになって、まあ、その空き店舗をどうしようかなということで、おにぎり屋かラーメン屋どっちやろうかなと思って、まあ、おにぎり屋をやってみようと思った次第です。おにぎりに対してのこだわりを教えていただいてもよろしいですか？はい、おにぎり、ね、始めるなら料理人として美味しいものできたらいいなと思ったんですけど、米と海苔と塩、こちらにまず注目して、ここを、まあ、クオリティの高いものにしようと思いました。はい、ちょっと今気になったのが、あのお米を炊いているそうですね、そちらですよね。これで、ね、炊いてるんですけど、はい、羽釜で炊くと、まあ、米が踊るというか、もう全然炊飯器と違う味わいになるので、この羽釜で炊くのにいろんな米、水の量、いろいろ試して、まあ、3ヶ月ぐらい試行錯誤、トライアンドエラーを繰り返して、まあ、今のにたどり着きました。にんごさん、今日ははい、ランチのおにぎりの営業だったんですけれども、なんか夜も営業されているとお聞きしました。はい、夜も、ね、夕方5時から深夜までやってますので、こちらも、ね、力入れてますので、ぜひご来店ください。おにぎり、お昼終わり朝日でね、今やってるんで、こちらね、一社の方はお客さんすごいいっぱい来てるんですけど、終わり朝日は穴場になってますので、ね、ゆっくりランチ楽しみにしてきてください。よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。はい、ということで今回はおにぎり専門店にいごさんで美味しいおにぎりをいただいてきました。もうね、ほんとびっくりしましたね。具があんなにはみ出しているおにぎりというものを私は見たことがありませんでした。私がいただいた文字用のおにぎりは本当にシンプルな味だったんですけれども、このにいごさんのおにぎりの美味しさがダイレクトに伝わる味だと思うので、ちょっと初めて来られた方はぜひ一度食べてみてほしいなと思いました。またお持ち帰りもできるので、ちょっと私も今日買っちゃったんですけれども、会社でのランチとか友達との集まりにもいいと思うので、そんな時に利用してみてほしいなと思いました。とちかつ TV は森山区と尾張朝日をもっと盛り上げたい、地元の企業さんをもっと応援したいという思いで活動をしています。一緒に応援をしてくれる方はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Thank you.